おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、つけ麺の回でございます。というのも、僕の茨城の大好きなお店龍介さんのつけ麺をね、購入させていただきまして、今日はそちらを食べていきます。でね、今回はこちらのつけ汁と、麺と、合わせてね、いただくんですけれども、それプラスね、昨日自分でチャーシューも仕込んだりなんかしちゃったりなんかしちゃったりしてるんでこちらと合わせて今回は食べていこうと思います。もう今日は手っ取り早くね、ダブルずんどお湯沸かしておりますので、こちらのスープを小さいずんどの方で湯煎していきます。よいしょよいしょ、熱い熱いよこれ、熱いと、はい、オッケー。で、麺の方ですが、こんな感じでございます。麺の方がね、つけ麺の中ではそんなに太めではないんですけれども、ストレートでね、めちゃめちゃしっかりしてる麺なんですよ。で、まぁ、ちょっと茶色がかってて、これがめちゃめちゃ香り良くて美味しいんですよ。もう大好き。したらこれを茹でてと。はいはいはい。よいしょ。麺こんな感じ見えるかな。ちょっとね、茶色がかってる感じでございます。もう麺はいい感じですかね。よし。いつものように湯切りと。はい。しっかりと締めていきます。よし、よし、OK かな。よし。そしたら最後盛り付けですね。ちょっとね、いつもでかいのだけでわけわかんないと思うんで、ちょっと一人前も今回は作ろうかなと。一人前こんなもんかな。よし。多いな。ちょっと多いな。だいたいこれで約1人前ぐらいですね。で、残りはざっとこっちの平皿に移しまして、サイズの差はね、こんな感じでございます。やばい。こう見比べるとデカさがね、よく伝わるかと思います。それで昨日仕込んだチャーシューがですね、こんな感じになっております。うまそう。こんな感じでしっかりね、うまそうに仕上がってますが、今回このままドンと、もう一本も豪快にドンと。で、最後に漬け汁ですね。温めた漬け汁はこんな感じでございます。ちょっとよく振って油とスープをなじませます。うわー、濃厚。うまそう。はい、ということでね、今こんな感じで全て完成いたしましたので、向こうの部屋で食べていきます。はい、ってことで今こんな感じで完成いたしました。あー、うまそうな匂いがするよ。もうお腹すいた。食べます。いただきます。わかりやすいように、この前にね、一般サイズとデカ盛りサイズ置いておきます。よし、とりあえず麺からね。まずは、これ、龍介さんってね、自家製麺なんですけど、ちょくちょく多分配合を変えてるみたいで、行くたびにね、若干こう味は変わったりするんですけど、毎回うまくて、で、今日のはね、甘みが強い。で、しかも普通の小麦の甘みってよりか、全粒粉のせいなのかわかんないんですけど、そのコーンっぽい風味、甘みがあってね、本当にね、塩とか、レモンとかちょっとかけてね、これだけで食べれる、麺の刺身じゃないんですけど、めちゃめちゃうまい。そしたら続いてこの漬け汁につけていただこうと思うんですけど、その前にちょっと、あー、やっぱうまい。はい、ドボッと。うめえ。やっぱいつ食べてもうまいな。やっぱりその鶏白湯として、うまみがね、めちゃめちゃ強くて、甘みとかね、しっかり入ってるんですけど、
魚介系の香りがね、後味にこうふわっと効いてるので、甘くてまろやかになりすぎずに、ちゃんとね、後味も引き締めてくれてて、これがね、何回食べてもね、飽きないの。うめ。ちょっと自家製のチャーシューも、いいよ。チャーシューでっけ。ちょっとこれ切ればよかったね。めちゃめちゃでかい。うん、いやー、柔らかっ、トロトロの大成功でございます。うん、ちょっとこのスープの中に入った鶏茶も、うん、うまっ。もうね、何回何十回食べてもうまい。何回でもいいよこの話。うん、うん、今日のチャーシュー、まあうまくはできたんだけど、漬け汁自体がね、まあ結構鶏パエタンで、鶏のね、脂もかなりしっかりしてるので、個人的な趣味としては、あの肩ロースとか、それこそ腕肉とかにした方が良かったかな。チャーシュー、ここだけもうほんと自分のミスですね。ただそろそろ味変タイムに、まずこちらの定番のね、一味唐辛子でございます。めちゃめちゃね、唐辛子合うんですけど、やっぱりスープの香りがものすごく濃いので、一般の市販で売ってる唐辛子とかだと風味はね、全然かき消されちゃってわかんないぐらい、ほのかにピリッとした辛みはあるんですけど、やっぱちゃんとした唐辛子っていうか、お高めの香りのいい唐辛子を入れないと全然勝てないですね。香り負けちゃうから、麺に直がきにしましょう、一回。そのまんま吸ったら、だいぶね、感じ方も違うと思うので。よいっと。あ、めっちゃ合う。めちゃめちゃ合う。とはね、全然違う。正直唐辛子らしい、ん？唐辛子、唐辛子ってなんだよ。唐辛子らしい辛さっていうのはもう本当に濃厚なんで、ほぼほぼ消えてしまうんですけれども、香りはね、しっかりこっちの方が感じるので、うまい。
ちょっと夢中ですすりすぎて忘れてました。今日もこちらを。あう。続いての味変、この黒胡椒をかけていきましょう。いや、まずはね、漬け汁の方に投入します。漬けて、あ、いない。誰も勝てないよ。でもね、ほのかにやっぱりその後味の甘みの抜けるのがね、早くなる。うん。そしたらまた直掛けで。よいしょ。直だと、どうかな。今回はね、ブラックペッパーの勝ち。一味よりもね、こっちのが合うかも、個人的には。うん、はい、今ね、大皿の方が完食いたしましたので、こっち、ちっさ。ちっさ。さっきの大皿をね、見てた後だと小さすぎるね。いや、普通なんですよ、これが。ちょっとビールうめえ。でもほぼほぼないですね。うん、もう終わっちゃうな。残るはこちらの漬け汁に入ってる分だけですね。早い。そしたらこれが最後の一口ですね。うん。はあ。ごちそうさまでした。はい、ってことで今ね、龍介さんのつけ麺完食いたしました。今日も幸せござんした。龍介さんね、この茨城の中でもうめちゃくちゃ有名で、毎日ね、こう行列の絶えないすごい美味しいお店なんですが、餃子のね、テイクアウトの販売とか結構ね、不定期でやってるみたいで、 Twitter のアカウントからね、発信しておりまして、そのテイクアウトメニューの他にもその日の限定とかね、そこでしか見えない情報がたくさんございますのでね、気になる方はぜひ Twitter の方をご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。